あ、待って、また黒い服着てるからさ、白飛びしてるじゃん。大変だよ。こんばんは。こんばんは。白飛びの 白飛びしまくる人間です。もうやだ。白飛びマン。やばくない？白飛び具合。白飛び。そして前髪きれいにしようと思って巻いたら、思いのほか巻きすぎて、ちょっとヘンテコリンの前髪になっちゃった。ヘンテコリン前髪。こんばんは。なんか今日さ、すごいさ、大人っぽいというかな、なんなんその格好みたいな感じになってますね。そう。いやでも私、案外これで一日生きてたんだけど 多分ボトムスあってこそボトムスありきの洋服だったから、ちょっとトップスだけにするとね、なんかね、ちょっとね、大人っぽくなりすぎちゃう。大人っぽくする気持ちはないです、そんなに 大人っぽい方が似合うから大人っぽいのばっか着ちゃうけど、全然子供というか、なんか可愛らしいやつも結構好きだし。こんばんは。あ、11日の僕隊当選しました、おめでとうございます。せいちゃん、大人っぽいの良き、ありがとうございます。嬉しみ。今日ちょっとね、二重幅がね、調子良くなくてね、ちょっと、ビジュテイ不調。自分で言うな。こんにちは。そう。どうしよう、言おうかな、言わないかな。今日買い物をしたんですけど、とってもいい買い物ができてね。そう。でもこれ全然ね、多分ね、お揃いできるやつだからね。言っちゃおうかな。見て、白い帽子を買いました。かわいい。見て、かわいくない？珍しくない？なんか急に白かぶりたくなって。そう、白い帽子をね、街中で見かけて、かわいいなと思って。で、その数分後に、それとは違う白い帽子を買ったんですけど。かわいいでしょ？そう。流行りなんだ。なんかね、白のね、帽子とかそういうのいっぱい見るなって思ったら、流行りだったんだ。はい、聞いて、聞いて、ユニクロ。いや、なんかね、一番最初に見たやつが諭吉さん超えてて、諭吉さん超えてる帽子はちょっといらないなって思ったし、白い帽子って絶対汚す未来しか見えないの。汚して、マジ汚して泣くんだったらユニクロでいいやっていう。ユニクロで見つけたので買いました。かわーち。かわいいね。だからユニクロのやつお揃いできます。 お揃いしたい方、ちなみにグレーとブラックが売ってたの、でもレディースサイズかな。そう、だから女性で真似したい方がいらっしゃったら、グレーとブラックが売ってた。最初ね、前に見た時はグレー買おうかなと思ったんだけど、今日なんかね、白い服ばっか買っちゃったの。これと白い服ばっか買ってないけど、これとあと白いカーディガンっぽいのを買ったので、急に黒から心機一転ホワイトマンになっちゃった。バケハかぶってみたい方とかいたらね。そう、ちょっと白に諭吉さんは出せないなってことで、ちょっとこれいくらだったんだ、2000円、2、3000円でした。でもユニクロさん、あれ定期的にさ、セールもしているので、もうちょっと安くも買える気がする。可愛くない？なんかさ、このさ、黒着てる感じと白のさ、なんていうの、いい感じじゃない？コントラストが そう、色のこのなんていうのかな、コントラストがマジでちょいい感じ。可愛い。流行りの女に急になりました 唐突にね。でね、この帽子かぶって帰ってきたんですよ、私。でもハサミもらいそびれちゃったからね、すごいタグがね、まだついてる これね、マジでやりがちなんだよね、私。本当にバカだなって本当に思うんですけど、ハサミ帰りゃよかったじゃんって。今日ちょっとね、人見知り炸裂してた日だったので、はい、声かけられなくて、店員さんに これかぶって歩いてたんですけど、今日ね、めっちゃあったかかった。さすがフェルト生地、マジあったかかった。でもこれ多分ね、
すぐね毛玉になるタイプなので、マジで1年か2年でさよならするやつ。人見知りじゃない日もあるの。そう、人見知りじゃない日もあるの。そうなの。なんか多分人とめちゃくちゃ会ってる時は誰に対しても人見知りしないんだけど、最近の私ね、人とあんまり会ってなかった。会ってたんだけどちょこちょこ、でもなんかずっと勉強してて、ずっと勉強してて、ちょこっと人と会ってって感じだったから、なんかね若干人見知りして。10周年、あ、ショールーム10周年だ。そうだから、ベイ FM の日もミオンに若干人見知りしてたし、昨日もももちゃんに若干人見知りしてたの。おい、メンバーに人見知りしてたら一生人見知りじゃんかよっていうね。そうなのよ、ダメなんですよ私本当に。そう、人見知りしちゃうんですよね。人見知り期でした。うん、治らないと思うこれは。もうなんか多分ね一生治らないと思う。なんか人見知りしない時としてしちゃう時、そうあるんですよね。そうなんですよね、悲しいですね。まあそんなわけで、ご報告、とあるご報告は、よしテロップ入れとこ、とある報告、とあらになっちゃった、とある報告、遅い遅いテロップ入れるのがね。とある報告、パチ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 、あ、帽子買ったのがご報告ではないですよ。卒業とかも言わないですよ。とあるじゃないでしょそれ。絶対見てください、絶対何日も前から言うでしょ。言うんだったら違うでしょ。さあというわけで、でーんでけてー、これ証書番号出さない方がいいのかな。はい、というわけで福岡さんは、へい、これね、あのね、そんな簡易的なのっていうぐらいめちゃくちゃ簡易的なんですよね。悲しいぐらいに、はい、でん、じゃーん、やばいの書いてないよね。大丈夫大丈夫大丈夫。合格証やった。見えますか、カラーコーディネーター検定スタンダードクラス合格しました。やったー。カラーコーディネーターっていうのがあって、そう、これあのオンラインでやったんですけども、マジですぐに6日にね私受けたんですけど、6日オンラインで日程が何日か選べて、そこそれでやったんですけど、マジでもうすぐ採点結果が出てっていう。すごい、ありがとうございます。そう、なんかねスタンダードクラスとアドバンスクラスっていうのがあって、のスタンダードクラスだったんですけど、割とこれね簡単な試験らしくて、でもめっちゃ勉強したんだよ私。なんか8割の人があの合格できるから、勉強すれば取れる検定なんですけど、スタンダードクラスはね。そうなんですけど、まあ、アドバンスクラスっていう上の階級があって、私はスタンダードクラスを取ったので、ちょっとアドバンスにも今あの注目じゃない、あの気になってる。スクショしとく。これちなみにあの家でプリントアウトしたやつなんで全然です。カラーコーディネーター検定だからね、あの多分ね、なんかねそんなにあれじゃないのかな。そう、どんなことに生きる資格なんですか。あのねスタンダードだけじゃ多分ほぼほぼ何にも生きない。アドバンスクラスのやつになると本当にもうめちゃくちゃ専門的になるので、今回勉強したことのあのちゃんと実用編になってくるので、そうできたらアドバンスを取ろうかなって今ね思ってるんですけど、とりあえずスタンダードでめちゃくちゃ基礎を学んだ感じ。そう、まず第一歩ということで。そうなんですよ。そう、ちなみにこれねめっちゃ多いの。
私全然ちょこちょこ言ってたんですけど、なんだっけ、洋服のコーディネーターのオンライン通信講座やってたんですけど、一応終わったんですけど、の時に私めっちゃ色のこと好きだなって思って、そう色のことめちゃくちゃ好きだなっていう風に、はい、なって、一番最後のレポートがなんか自分の好きなことをレポートに書いていいよっていうのがあって、そうでいろいろ資料を見てたら色についてのやつが一番気になって、でカラーコーディネーターのやつなんか試験対策みたいなの見たらめちゃくちゃそれがいいと思って、で夏にこの試験して、で9月の終わりぐらいから申し込めて、その時によし試験勉強しようってなって、コンサート期間とめっちゃかぶったのプラス2週間ぐらいで覚えました。だからなかなかね難しかった。なんかカラーコーディネーターっていうから本当に洋服のコーディネートだと思うじゃない、でもカラーコーディネーターだから違くて、色彩配色とかは洋服にも生きるけど、何色はどうして見えるのかみたいなもはや理科じゃんそれみたいなことをめちゃくちゃやったんですよ。光があって目があって物体があって、光がないと物体は見えませんみたいな、そうプリズムとかもう理科じゃん。そう虹はどうして見えるのか、光の屈折でみたいな角膜、光彩、瞳孔、毛様体みたいな、そう色彩の三原色と光の色の三属性と色彩の三原色と光源の三原色とみたいな、そうなんかマジで私が本当にやってこなかった勉強をしました。理科、科学、マジで本当にやってこなかったのよ。そう光の波長とか387メートルか787メートルでみたいな、387メートルは紫でみたいな、本当にね乱反射とかね正反射とか本当にやってこなかったから、マジでねおー勉強きたと思ったんだけど楽しかったです。もともとその自分の好きな分野を勉強するのはめちゃくちゃね好きで、そうなんですよ。だからとりあえず勉強すれば取れる検定であったので勉強はして、88点でしたなんとも絶妙な点数88点でした。おめでとうございます。パチ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 、資格ではないんですけど検定なんですけどね、こちらパチ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 8888888888、おめでとうございます。88点、アドバンスになってくると、だからその応用もっとなんかその何電球の移り変わり、熱放射と放電発光と電解発光のその中のなんかねなんとかかんとかみたいなのがね今日ね本屋さんで見たらねあったので、ああそんな感じなんですねみたいな。12点気になる、私も12点気になったんだけど何を落としたかがね
全然わかんなくて、とりあえずあのテキストと見てね、あこれ落としたんだねみたいな。私あの本当に科学系とか理科系結構苦手なんで、目のなんかね見落としてた部分、あのテキストにしか書いてなかった部分で私は落としました。くそ、やっぱテキスト、公式テキストだなねって思いました。はい、でもなんかそのなんていうのかな、光の見えるやつとか、違う、目の構造とかカメラに似てるみたいな感じでねみたいなそう、なんか結構その日常にも活かせるというか、日常的に使ってる中に実はこういうのが紛れ込んでたんだっていうのが分かって、めちゃくちゃ面白かったです。以上、とある報告でした。撮りました、知識に広がりが見えました。最終的に何になるのって、何にもならないです。私がめちゃくちゃ興味があったから撮っただけそう、地理得意ですね。覚えようと思ったら多分すぐ覚えられるタイプ。そう、私が気になったのをやってるから、あ撮ってみようって思ったので撮ったので、別に何が何になりたいとかではなく、そう、洋服色気になったから、気になったからはい、そう、私の検定は2個になりました。漢検多分3級取ったのかな、漢検3級とカラーコーディネータースタンダード2個です。やった。ちょっとね漢検もやりたくなってきたね。なんか勉強やっぱりね嫌いじゃないみたいで、まあ追い詰められる期間が長いのはちょっとなんかあれなんですけど、そう、好きなことの勉強は好きなので、ちょっと漢検やりたいな。そこに検定があったから、そう、漢検順にやりたい漢検いいね。そう、あのこの間そのベイ FM の時にミオンと関係やりたいよねって話してた。関係やりたい、英検は嫌です嫌です英語もねちゃんと習ったらね面白そうなんだよね。さすがチーム勉強。そう、なんかコツコツやるの得意なんですよね。そう、そう、ほんと、え、マジでセンター試験ばりに勉強したかも、ほんとに。うん、センター試験の時も結構勉強した方ではあったので、勉強して6位だったので、勉強しなかったらマジでランク外だったと思うので、そう、こんにちは。そう、センター試験って AKB の、そう、 AKB のセンター試験ですよ。そう、 AKB のセンター試験ですよ。あの大学は受けてないので、そうね、確かに勉強してました。そう、勉強してたんですよ私、こう見えて。そう、ミオンと歌いたくて頑張ったやつ、去年のね武道館の時マジで思ったの。君は僕の風がね本当にね、あのねドンピシャというか、うん、めちゃくちゃ当時の私にはドンピシャだったなっていう。ミオンとやりたいからって勉強して、まあそれを口実にして頑張ろうという感じにしたんだけど、私の中で。そうで、君は僕の風っていうさ、あのなんかもうめちゃくちゃなんていうのかな、指針みたいなそうは
あ、好きな子と同じ高校行きたいみたいなモチベーションで、そうそうそういうぐらいの本当にモチベーションだった。おもろいよね本当にね。そういろんなことがありました。目的があると強くなれるね。やるたびにね、あの日々を思い出す。勉強したな。簿記ね、そう簿記ね取れたらね絶対いいと思うんだけど、マジでねマジで苦手なんだよね。そう簿記ね3級取りたいなと思ってね、いろいろ見たことがあるんだけど頭がこんがらかった、頭がこんがらかった。でもそろそろねちょっと大人としてね取るべきだと思ってるので、もう一回テキストを見てみようと思います。テキスト持ってはいるので。へえ、ご両親何か資格ある？めちゃくちゃ資格持ちです。うちの家系めちゃくちゃ資格持ちなんで、はい、負けないように頑張りたいと思います。あらまあ、そう、あらまあです。以上でした。とある報告は以上でした。ありがとうございます。遺伝的に、だから遺伝的かわかんないですけど、勉強だから嫌いじゃないっていうことでね、よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、よいしょ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 。もうね、あのねスカートを履いてたんですけど、日中はもうねお家帰ってくるとねめちゃくちゃ適当になるからね、あの すこぶる青いズボンを履いてます。あー、ちょっとなんか結構ギリギリだな。あの実はドボンするって言ったのにね、あの全然ね、私ね全然ひどいの充電してなかった全然ひどいの充電してなかった、どういう日本語、全然ひどいの、すこぶる青いズボンです、すこぶる青いズボンなんかこんなに上半身さ、あのめちゃくちゃさパーティー行けそうなぐらいのさ感じ醸し出してるのにさ、あの下めちゃくちゃ家用ズボンっていうまああるあるだよね、まああるあるだよね、ニコニコ。よし、じゃあ40分20秒からドボンしましょう。カラーコーディネート的にその組み合わせはありですか？カラーコーディネート的にはその無彩色なんで、無彩色は割と何にでも合うんですけど、ただあのカラーコーディネートとあの普通洋服のコーディネートは違いますからやめてくださいっていう。さあ40分20秒からやりますよ。今日のリップはあかりんさんの B アイドルの奪われローズってカラーです。かわいい。先生パーティー行ける服よく着てる。そうなのよ、私顔タイプ的にそういうのがねゴリゴリに似合っちゃうから、そうゴリゴリに似合っちゃうからそういう服をね結構買いがちなんですけど、実は結構ラフも好きという、これマットリップです。でもなんかね、スフレ系マットだからね、私一番マットリップで好き。あ、あと20秒なくなっちゃった。癒すよ。今日の成長マジでありがとう。嬉しい。8、7、6、5、4、3、2、1、ドン。そう、あかりんさんのごまかしシャドウのね、あのね、白いやつ買おうと思ったのにね、あのね発売翌日ぐらいにね見かけたのにね、あのね買いそびれたんですよ。悲しい悲しい、私泣いちゃう。でも結構ね売ってないんですよ。再販求む。
あらま、あらま、ドボンできた、お疲れ様です。私はドボンしたいと思っているけどできるのかどうか。あ、色変えられちゃった、くそー、色変えられた。なんか全然せいちゃん推しに出会えなくて泣いてる。電波時計合ってる、あなた合ってそうだけどな。今日人が多いんだよな、やっぱり。どう考えても人が多いんだ。くまちゃん、くま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 ちゃんうん、いけるかな、ダメかな。あ、ダメだった、ドボンされた。はあ、やっぱりな、狙われてたんだよな。絶対これ狙ってるよなって思って出してみたけど、やっぱダメだった。くそ、次43分20秒から絶対当たろうな。マジでベッドタイムだけはちょっと無駄にできないから、本当に絶対当たろうな。ちょっとね、結構ね、熾烈な争いになってきましたから、ちょっと9位を目指したいですね。10位9位、ちょっと追いついていきたいですね。43分20秒、次、あ、ドボンって書いておかないと。ドボン、ハート油田はね、あのね、あの200切るとね、更新戻ってくるので200切ると500戻ってくるの、500になる風になってるんで、はい、マジで油田なので減ることないんですよ。油田すぎるでしょ、さすがさすが。はい、10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1、ドン。お、2人だ。ちょっとマジで結託しような、本当にマジで。ちょ、 GBT はちょっと本当毎日ね、あの20秒合わせしようかなってマジで思ってる。やってくれる？そう、毎日そのお仕事とかでできない時以外はちょっと、明日はちょっと多分できないんですけど、そうで、公演の日は、あー、ダボンザ、ダボンだって、ドボンされちゃった。そう、公演の日はね、ちょっとね、で、電波がね、ちょっと20秒合わせできないんですけど、できる限りドボンし GBT していきたい。45分20秒からやります。コメント変えよう。45分20秒ね。俺もドボンされた。はん、悲しいね。いや、マジでね、みんなマジで強くなってるから、一時も気を抜けない、本当に。マジでみんな強くなってる。みんな強い。なんかね、一昔前はね、ドボンできてたはずなところがね、全然できなくなっちゃった。みんな強い。ちなみに今ガチャ回しましたが出ませんでした。超特攻時間がね、終わっちゃったんだよね。そう、あと20秒ぐらいです。だから GBT はできるだけ私に勝たせるために、あの、やってほしい7 6 5 4 3 2 1、ドン。いけたか。あ、なんか一人違う。あ、できるかな、ドボン。ちょっとやっぱ混戦ですね。忖度します、よろしくお願いします。全力で忖度してください。
あ、クソとか言いそうになっちゃった。あは、言ったじゃんっていう、こ言葉にしたじゃん君っていう。あはははは。言ってもいいよ、ダメです。ちょっとやめよう、パス。わあ、やばい。あ、よかった、味方のドボン待ちだった。あぶねえ、あぶねえ。絶妙。次やめとこう。わお。わお。GBT はマジで絶対私に会ったら絶対忖度して、迷わないで、迷わずに、迷わずにあの忖度して、めちゃくちゃ10ベットしてるから、私本当に10ベットして、10ベットしてる方以外はマジで絶対私に。あ、48分20秒間やります。次48分20秒。あ、やべえやべえ、13位に落ちてる落ちてる。あ、あれ、怖い怖い怖い、やばいぞ。そう、せいちゃんよりも一応視力が上で10ベットしてるんだったら、もうマジであの上がってくれ。21時はゴールデンベッドタイムって言って、10かけると11分になってるんだっけ。5 4 3 2 1、ドン。結構熾烈だよね。ちょっと私もできる時にねやらないとね。ちょっとマジで本当にね、試験とねラジオがね本当にね俺に襲いかかってきたんだよ。ここマジでね5日間ぐらいのねちょっとねできなさ具合がちょっとね響いてるんですね、私の。ピエン悲しいな。やっぱ12時と夜はやらないとな、集中してやらないとね。そうなんですよ、序盤はマジで本当にね、何あれしててもよかったんだけど、序盤は本当に何あ、終わりました。次50分20秒です。やりでした。今めっちゃ競ってるから。そうなんですよ、やばいっす、マジで本当にやばい、本当にやばい。頑張れ福岡。ちょっとマジで本当にやばい。やっぱ私がね、私もやらないとねやばいですね。ちょっとでも明日できなそうだから、今日のうちにいっぱいやっとかないといけないんだよね。ここへ。小声小声。5 4 3 2 1、ドン。お、来たんじゃないの、せいちゃん忖度ドボンできるんじゃないの。お、せいちゃん、あ、でも私よりも高い人がいる、どうぞ狙ってください。あ、でもなんかドボンできそうな気配のあるあれだぞ。すごいいい手札回ってきてんな。なんか最近ね、回ってくる手札がマジで本当に最悪なのしか出てこなくて、なんでなんてなってた。忖度します。
ピンク。やった。ピンク。ピンク。よし。ありがとうございます。忖度ドボン。ありがとうございます。やったね。次52分20秒でお願いします。そう、手札運が本当に悪化してて、なんか手札がマジで J9J64 とかなんかそんなのばっかりで、どうしたみたいなマジでどうしたってなるんで、手札の時があるんですよ。みたいな、そんないっぱい手札ひどいのみたいな時が本当に結構あります。しかもそれ5連続ぐらいそれやられたから、あのいじってらっしゃる誰かってちょっと本当に思った本当に思った、悲しくなった。あ、やべ、コヒちゃんがレベルアップしちまったさあ、あと20秒ぐらい。イヤリングかわいい。あは19。あ、そうだ、イヤリング新しいの買ったやつ見てほしいんだった4、3、2、1、ドン。見せたがりか。あ、おっと、一人紛れ込んでるぞ。奇跡は間に合わないだろう。なんか微妙だな。でもまあいける。よろしく。よろしく、やばい。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。あー、でもなんか狙われそうだなこれ。バスを何回やり過ごせば。せいちゃんね、お視力ね1500いってたんだけど、あの超特攻が終わっちゃって、あ、ドボンされたやん。悲しい。福岡推しで上がれなかった、悲しい。54分20秒からやります。あと1分ね。そう、超特攻期間が終わっちゃってね、1400何本になってしまいました。悲しい。あだ、悲しいですね。バスを何回やり過ごせば。あ、やったやった、俺が来たぞ。あ、マックス上がった、うん、上げみ覚醒してくれた、ありがとう、嬉しい私の一番上、そう、一番上の子が嬉しい。4、3、2、1、ドン。大事。さあ、果たして俺の推し力は何になったのか。あ、そんなに上がってなかった、1454だった。くっ、しんどいな。成長推し誰もいないんだが、え、みんなずれた。ちょっと真剣にやるね。でもなんかスタンプめっちゃ、スタンプをしてればめちゃくちゃあの忖度してくれないかなっていうのでね、生きてる、そういう気持ちで生きてるやっぱりあのメンバーだからさにっこにっこ。発表あると聞いて駆けつけたよ。あ、全然何も、もうあのしました。あ、私はドボンされなかったけど、ドボンしてる方がいらっしゃった。56分20秒からやります。あのカラーコーディネーター検定っていうね、検定を受けて受かりました、おめでとうって話でした。お疲れ様です。とある報告とって言って、とあるだからね、ことよろ。1回ぐらい回せるな。メンバー8出しがちだから待ち構えてるよ、知ってる。
それは知ってる。それは知ってる。なんかさ、普通に終わるんだったらいいけどさ、ドボンされるのはさ、めちゃくちゃ嫌だからさ。上がられて自分が900で終わるんだったらいい。5、4、3、2、1、ドン。そうなんですよ。ねえ、全然違うじゃん、200で終わんのと500、じゃあ200で終わんのと900で終わんのと。せいちゃん推し2人かな。行きたい、頑張ろう。超真剣にスタンプを打ちまくる。どんだけスタンプ打つのっていう。ねえ。忖度なしでも全然勝てるときは勝てますよ、もちろん。でも私の回だったらもう忖度はさせた方が絶対にいいってことです。つまり、はい、あ、20秒前からカウントダウンしてくれるのがいいですか。はい、わかりました。20秒前からって結構長くね。結構長くね。心の声が出過ぎている。ちょっと待って、本当にちょっと私の手札がやばい。やべ、 GPT が終わっちまう。上がってもいいよ、もう。もう上がってもいいよ。私にドボンさせないんだって。私にドボンさせないんじゃない、ドボン、私がドボンにならなければ上がっていいよ。黄色持ってないんだ。ダメだ、 GPT 一緒に終わんねえ。もだえている。もだえている。そうか、もうダメだ。よし、そしたらもう絶対上がってやるもんな。ダメだよ、全然上がれないじゃん。くそ、上がっていいよ。あ、待って、あ、あと10秒ってなんか絶妙なんですけど、一回生きるかいけないか。ダメな気がする、無理な気がする、無理だ。うん、あと5秒しかないから無理だ、それはさすがに。あ、悲しい、泣いた。消えた。消えた福岡。吸い込んだ。案外心の中荒ぶりすぎる人間こと福岡聖奈です。福岡聖奈、心の治安が心の言葉の治安が悪いという噂です。やっほーやっほー。知ってた、ごめん、知ってたよね。
小声でダークダークちょっとにっこりにっこり、あ、大混戦、大混戦してるね。どうしよう、どうしようか、このままやるか、このままもうちょっとやるか、終わるか。でも15分か、15分からやったのか。じゃあちょっともうちょっとやるか。で2分20秒からやります。ドボン遊びじゃないですよ。そうですよ、そうですよ、遊びじゃないですから、真剣勝負ですから。アニメの話、あ、そう、薬屋をようやく見始めた。薬屋って序盤こんな話だったかってめちゃくちゃね、あのね、思い出してた。あの漫画を読んでるんですけどね、アプリで。そう、薬屋の独り言ってやつをね見てるんですけど、あ、序盤こんな感じだったか、思い出した。最近ちょっとね、出てくる人が多すぎて私追えてないんですよ、あんまり。読んでるけど。9、8、7、全然20秒ぐらいできてない。5、4、3、2、1、ドン。お、ちょ、ずれた、ずれたけど2人と会えた。薬屋はね、めちゃくちゃね、面白いですよ。へーってたる。ママを、もう絶望的にエイトは狙われるので、エイトは序盤に出す。わお、わお、リンク持ってないな。すごいサイリウム振られてる。うわあ。うわあ、なんだこの手札。プルプルしちゃう。ギリギリになるまでバッグに何入れてるの？水と本です。水と本と財布でもうギリギリです。本入れたらね、大多数のバッグは終わるよ。あ、5分20秒からやります。大混戦だな、本当に。あと、あの、私たちって割とメイク道具を持たなきゃいけない時が多いんですよ。めちゃくちゃちっちゃいポーチにもまとめてたとしても結構ね、なんかね、お直しのやつをね持っちゃうんですよ、私。なんかもうリップとパウダーだけでいいやんみたいな時あるんだけども、言われたりするんだけど、プライベートだったらマジでリップとね、あのパウダーだけでいいんだけど。15秒前です。やっぱさ、表に出るからさ、もうちょっとやりたいなってなっちゃう。8、7、6、5、4、3、2、1、ドン。そう、そうなんですよ。だからね、絶望的にね、バクがねでかくなるんですよ。うー、さっきから一人紛れ込んでんのが地味に痛いんだよな。
えるとカバンよりリュックですね。そうリュックの時のもあるけど、なんかリュックはリュックでね肩に負担かかりすぎててあんまり好きじゃない時があるんですよね。だからそのマジで本当公園とかの時、あ間違えたかも、間違えたアシストしちゃった。そうこの時間をサクサク回数回した方がいいよ。はい、7分20秒です。じゃあ10分までやったら終わります。遊びじゃないか。じゃあサクサク回数回した方がいいということは、この時間10時過ぎたら私はあれでいいんですか、オートでいいんですか。ひどいこと言わないでって。悲しい、なんてことだ。オートはバーストしか寝ない。サクサク回すべきなのは全然あれせずにやっちゃったけど、みんな大丈夫そう。え、A で？サクサク回すべきは21時台。本当？私強すぎて絶対勝てる気してなくて、しなくて9時台に合わせようねって言ってんだけど。配信しながらオートはへこむ。配信しながらオートなんかしないよ。なんでだよ。配信してない時にオートでもいいって聞いてるの。バスト最悪ですよ。なんでバストさせんねんってマジで本当に思う。超絶忖度、超絶忖度がただいま働いております。ああと思ったらさよなら、上がってくれた。まあいいよ、せいちゃん推しだから、みんなせいちゃん推しだから。めっちゃせいちゃん推しのやつ掲げてくれてんのに全然違うメンバーの称号つけてるの、めっちゃおもろいんだけど。待って、みんな私推しカードにしてくれてるのにみんな全然違うメンバーの称号を持ってるんだけど、何。大爆笑会でした。はい、9分20秒かやります。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ドン。あるあるですね。はい、これが最後です。最後です。じゃあ私に忖度をさせるよりも、とりあえず9時台はみんなでやって稼ごうなっていう作戦の方がいいよって言いたいの。でもなんかそのさ、士気をさやっぱりさね、上げていきたいじゃない、みんなで。って思うわけですよ。って思うわけですよ。じゃあ GBT 以外の時間でやります。なんか個人的には9時がね一番ねしっくりくるんだよ。なんか私の都合か、なんかね9時がね一番動きやすいんだよね。そうなんですよね、難しい。そうだからなんか
一緒にやる時間は設けたいんだよ、もちろん式を挙げたいから。余計にってなんかインフメだな、ちょっと難しい、なんかね難しいんだよ本当に。12時はやっぱりさ、できるできないは限られてくるからさ。そっか、 GPT は私が分回した方がいいのか。そう、9時がね一番マジでね捧げやすいからね、合わせてやっちゃうんだけど、9時はじゃあめちゃくちゃ回して、逆に皆さん10時とかの方がいいってこと？悩む、悩める福岡。9時が一番私が集中してできるから、そう10時合わせ、10時に合わせる。じゃあちょっと23時に離脱する日があるよって言っとくね。じゃあここでごめん、やった方がいいのは分かってるんだけど、次の日のために22時一緒にやって、9時はもうほんとみんな分回せで、22時はみんなとやろうで、23時は日によっては私離脱するということで、よろしくお願いします。離脱する時があるよってことで、まあ、ちなみに明日は多分できないんで言っときますね。だから10時は20秒合わせしようねってことで、ちょっと私のまつげのがまだまだ綺麗なことに嬉しく思ってまつげを見てた。どこに対しての自意識過剰を発してんの今。まつげ綺麗。でもこれね、もうね、マツパしてから、コンサートの前にマツパしたからもうね 2、3週間ぐらい経ってるから、もうだいぶ落ちてきちゃってて、そうなの、そうなの、だからやっぱね、松葉はね、松葉やりたてが一番綺麗ですから。マスカラお湯落ち、そうね、お湯落ちがそういいですね、松葉してる時は。なんかわかんないけど、でもなんかなんだかんだ言ってそうでもないのかなと思うけど、でも私は D アップのマスカラがめちゃくちゃ好きなので、めちゃくちゃ普通におすすめ。ずっと前から D アップ使ってて、 D アップの赤使ってて、そう、なんかまつげ自体のツヤが上がる気がする。ツヤっていうか、なんかその漆黒感が上がる気がする。でも最近使った中ではミルクタッチの新しく出たお湯落ちのやつが可愛いんですけど、全然お湯落ちって言ってもお湯落ちしてんのがよくわかんないから。うん、どれぐらいのスパンでマツパしてるの？マツパは一月から一月半ぐらい。でもなんか期間的に微妙だと2ヶ月近く行くときあるけど、ちょっとなんかあんまり漆黒感、私漆黒感のあるねまつげの方がいいんですよね。ゴリゴリのまつげの方がいいんですよ。そう、アイラインとまつげ命みたいなところがあるんで。じゃあ貴重な10時ということで、そろそろ終わりたいと思います。まつげ長いよね。そう、マツパの人にもね褒められます、まつげ綺麗ですねって。ありがとうございます。その分眉毛も強いからね。そうで、眉毛をねちょっと細めにしてから1年ぐらい経ったのかな、なんですけど、結構ねいい感じ、今バランス的には。眉毛ほらいい感じ、バランス的に眉毛綺麗、眉毛センター分けしないからね、あんまりね。
眉毛めちゃくちゃ整えてますから自分で嘘みたいに整えてますから本当にね、本当に嘘みたいな眉毛なんですよ。放置するとかわいい、ありがとう。センター分け好き。太めの眉毛だからめっちゃ細めにした、細めというかちょっとなんかちょっとナチュラルめの細さのやつにしてるんですけど、そう。センター分け好きですか。でもなんかセンター分けするとさ、髪のボリュームさこう持ってかないとさ、やっぱさ顔顔面のさこれがさこれぐらいにするのがさいいよね。センターよりも若干斜めぐらいで分けるのがいいんじゃないかって思って、これぐらい、これで今度やろうかな、これでいいんじゃない、こんなもんじゃない、今度はやろうかな、こういう前髪イエイ。一気にでも顔面ちょっと薄くなるんだよね。まあいいでしょ、よい、ありがとう。多分センターよりもね、センターじゃないとこで分けた方がいい、これぐらい似合ってる、ありがとう、嬉しい、大人っぽい、ありがとう。顔面大人顔タイプですからね、よろしくお願いします。福岡さんの顔は大人顔の方なのでありがとうございます。まあもうちょっと年取ったらね、こういう髪型もねいいかもね。こう髪型ねいいかもね自分で整えてるのはとても綺麗に仕上がってるね。そうですね、頑張ってます。いつか機会があったらお話し会でもやろうと、みんなが褒めてくれて嬉しいから結構単純なね、あの思考回路してるんですよ知ってるでしょ、分かってるでしょ、ありがとう。じゃあそろそろランキング読んで終わります。知ってるよって1位陽一さん、2位空やんさん、3位陽太郎さん、4位渡辺三郎さん、5位ヨッスさん、6位リバーサルマーとひろすけさん、7位シューミーさん、8位いっちゃん、9位門松さん、10位松井さん、11位としのりさん、12位正明さん、13位カッキーさん、そして福福賞はコーキーアットコミセオシさんでした。ありがとうございます褒められると素直に喜ぶ福岡ですありがとうございました。せいちゃんの心の声満載の配信楽しかった失礼しました、おやすみなさい、さようなら